コンビニコンフェッションズです。お久しぶりです。今日は大阪西成にインタビューしたいと思います。住所が便所なんですよ。便所なんだから困ってるんですけど、あの政治家になったらどうしますか。いい家に住みたいです。ナイスハウスナイスハウス、イエス。あの人に聞いた方が絶対おもろいです。ハロー、ハワイ、グッモーニング、ウェブルバーディ、ニーハオ、アニャセヨ、ボンジュール、チャオ、アロハ、シェシェ。バッタネーム、マイネームイズ、松本。This is a pen. 終わり。ザ・エンド。ザ・エンド。ザ・エンド、終わり、終わり、終わり。終わり、じゃ終わり。ああ、すいません。もし政治家になったらどうしますか。政治家になったら、みたいに殺される。みたいに心肺停止になってしまう。それが怖い。ずどん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 やられる。わからん。夢の死に方を教えてください。あの美人の女の子の腹の上で死にたい。最高ですね。ね。うん。じゃあね。あのできそう。できるできる。なせばなる、なせばなる、何事も。頑張ってください。あ、じゃあね。チューハイ飲んだらいい感じです。はい、チューハイ飲むは後で。Goodbye. Goodbye. とてもサンキュー。Goodbye. Thank you. Thank you. すみません。はい、こんにちは。あの、理想の老後は何ですか？理想の老後？はい。老後？理想の老後は何ですか？ YouTuber？ 時々。え、どういうこと？ YouTuber？ 理想の老後は、そら幸せに暮らすっすね。あの、もしあの100万円当たったらどうしますか？100万円当たったら、そらもう不労所得。あの、あ、いいですか。僕はあの元祖西成ホルモン天ぷらの4八なんですよ。5月20日にオープンしまして、すまねん、これ見てください、これ最後4八です、4八です。よっ、よっ、オーケー。はい。あの、もう一つ質問大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あの、理想な老後は何ですか？え、この世の中の子供たちに、困ってる子供たちに少しでも笑顔になってほしいですね。あ、素晴らしいですね。あ、そう、いや、そうですか。4番手お願いします。あの、これはコンビニコンフェッションズでした。あ、全然いいですよ。コンビニコンフェンス、うん、コンビニロ ー,、うん、ローソン。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あの、ちなみにあのもう一つ質問あるんですけど、 あの、じゃあ、あの、行くわ。4番手仕事戻ります。ありがとうございます。再来週の話なんですけど、はいはい、あの実は僕、あのサラさんと、あのサラリーマン3人呼んで、大きい皿にサラミサラダ、あの食べる予定なんですけど、どうですか？あ、一緒に来いと。サラミサラダ食うん。はい、それと、え、再来週、まあ、空いてたらいけると思うんですけど、来てほしい？うん、オッケーオッケー。再来週サラミサラダ、サラミサラダオッケー。じゃあちょっと、いや、あの連絡先公開しますね。オッケーっす、お願いします。はい、オッケーっす。今夜、あの今夜パーティー、今夜のパーティーどこに行けばいいんですか？え、パーティー、何のパーティー、何のパーティー、どこにパーティーあるの？なんかイベントあるんですか？イベント？イベント。イベントあんの？ないよな。ない。あの、もしあの政治家になったら何をするんですか？政治家なられへんからな。なられへんからな。大革命したよな。今アホばっかりやからな。アホばっかりやろ。アホが政治家なんだな。総理大臣、そのトップが総理大臣。だから選挙行かれへん。入れるとこはない。あの、髪の毛があのサラサラの秘訣は何ですか？坊主にすると。前の髪金髪でした。
いや。乾杯。乾杯。はなちゃんです。ばちゃんです。兄貴。ゆうじ。田舎に連絡をよこせって。純が言ってたって。絶対やで。親父死ぬ前に連絡をよこせや。あふう。お疲れ様です。あ、すいません。あの、ちょっと質問大丈夫ですか？ピカチュウ、かっこいいですね。ごめんなさい、今ちょっとチューハイ飲んでて。なんでこれなんかのドッキリ？あの、すいません、ちょっとあのチューハイ飲んでて、あの、うん、ちょっとだけ質問、1個だけ。あの、政治家になれたら何したいですか？いや、政治家になる気はないです。いや、頭悪いから。でも、もし政治家になったら何を変えたいですか？なれるわけないじゃん。お、考えることないじゃん、もったいない。考え、でも、もし、もし別の世界であの政治家になれたら、あの 何を変えたい？そんなな、なれるわけないのに、バカバカな仕事を考える必要ないじゃん。私、韓国人やで。だから日本語あんまり下手やね。いや、そんなことないです。お前ですか？お疲れ様ですね。飲みたい？来て、いっぱい送ってあげるから。お疲れ様です。麺というのこんな、こんな。僕がもう一杯ビール飲んだら、あの枕持っていく、あのくれますか？僕そこで倒れますから。バカバカだし、仕事したらあかんわ。仕事ちゃんとしなさい。何がこんな道中で。ごめんなさい。道中で何が枕持って出るね。仕事できないから。この店来てね。日本国として考えたら何が足りないと思いますか？いや、でもみんなバカだからどんどんダメになっていくんだろうなと思う。あ、今はあの お風呂から出てきたんですか？そうな、うん、多分今ちょっと寒いですね。ピカチュウが一番好きですか？ポケモン考えたらピカチュウが一番好き。別に好きじゃないけど、あの黄色が好き。キャラクター作りしやすいじゃん、うん。髪の毛サラサラしてる日付を教えてください。サラサラしてる机。はい、はい、イエス。ああ、髪を洗わないことですからね。お疲れ様。暑い中大変。ついてますよ。お疲れさん。暑い中みんなご苦労様です。もう頑張るしかない。うん、ありがとうございます。あ、そうです。そうですね。ですか、今日初めて来たんですか、西成は。なんか一番なんかやばい、あの西成の覚え出とかありますか？暴動とか分からないけど、もうあんまり頭悪いんで昔のこと覚えてないんですよ。なんで僕の人生の意味ないんですか？え、どういうことですか？なんで僕の人生の意味ないんですか？ああ、ちょっとよく意味が理解できない。なんで僕の人生の意味がない？いや、僕もあの答えが分かんなくて。まあまあ、ちょっと聞きたかった。よく分かんないですけど、あの人それぞれ考え方だと思うんですけど、まあ多くの人はなんか死ぬまでの時間潰しだみたいな考え方の人多いし、いるでしょ。まあ俺は別にその考え方好き嫌いじゃないとか、はい、別に生きてることなんか意味なんかなくて、はい、一番好きな野菜とかありますか？ブロッコリーでしょう。ありがとうございます。頑張ってください、はい、お疲れ様です。ワン、ツー、トゥリー。コンビニコーフェーション。